じゃあプロ、はい、プロがよく言うバントみたいなねドライバーで言うじゃないですか、です、ね、安全に、はい、あの距離がないホールの中で、はい、真ん中に置くショットとかってあるじゃないですか、はいはい、あれって具体的にどういうことをやってるんですか。まあ、これっていわゆるアイアンのライン出しと一緒だと思うんですよ、はい。まあ、要するにこの同調性しっかり取った状態で、まあ、抑えて振り抜かない、振り抜かないね、はい、それが大事なんですけれども、はい、これって結構難しいんですよね。いや結局ライン出しって、はい、プロゴルファーにとってのすごい基本的な技術なのに、はい、できるアマチュアがほぼいないといったなんですけれども、いないですね。上級者っていうレベルとその中級者レベルの差って、はい、このライン出しの感覚があるかないかなんじゃないのかなって思うことがあるんですよね。でこのライン出しができるかどうかっていうのはやはり体と腕の同調性取れてるかどうかなんですよ。ですから手打ち、いわゆるこの同調性が崩れた状態、こういうような状態になってライン出しって絶対できないんですね。腕振ってしまってる人がここでピタッとフォロースルーでバチッとこうやって止まることできないですよね。ですから同調性しっかり取って止まる、ピタッと抑えるっていうことができるわけで、その関係性を崩さないから曲がらないわけですよ。だからピンチの時、ね、ちょっと左が危ないなとか右がちょっと行きあるなっていう時にそういう打ち方をしてしっかりラインを出していくってことができるわけなんですね。特にアイアンショットのライン出しで説明をすると、はいはい、フルスイングをするとやはり高く上がってしまって、はい、なかなかこう距離感が出しづらいとか、まあ、あとは風がアゲンストであったりだとかそういう状況があって、まあ、ライナーでしっかりとピンを狙っていきたいという方向性をしっかり出したいという時に使うショットですね。スイングとしては具体的にどういうことをしてるんでしょう。振り幅は小さくなりますよね。振り幅は小さくなりますね。ですからこの関係性、同調性をしっかり取ってそこをキープするということが大事になるので、振り幅としては、まあ、トップの位置よりも2割ぐらいですかね、2割ぐらい小さめにして、でフォロースルーもフィニッシュまで振り抜かない、まあ、腕が締めてへこになるちょっと先ぐらいまでしかいかないですね、はい、左サイド、ここのプレッシャー結構重要になってくるんですね。腕がこういうふうに振ってしまうと、はい、ブレてしまいますし、ヘッド走りすぎてしまうということもありますから、ここからダウンスイングから左脇、ここにかなり力が加わってて、こうぐーっと自分でこう押さえつけるような感じがあります。でそれによってヘッドが必要以上にこう走っていかないようにして、そのままの関係性をキープしていくということがあります。飛距離ってどのぐらい落ちる感覚なんでしょう。まあ、1割から2割ぐらい。でもそのぐらいしか落ちないってことですよね、はい、そうですね。同調性が取れてないから、まあ、飛距離が出ないし、まあ、再現性も低くなってしまうということなんですね。でドライバーになった場合、クラブが長くてその感性が大きい分やっぱりコントロールするの難しくなるかなって思うんですけど、必要以上にこうクラブヘッドを走らせないようにする必要があると思いますので、まあ、長く持たなくてもいいと思うんですよ。なるほど。少し短めに持ってよりこうヘッドが走らないように、遠心力必要以上に使わないようにして、で体の回転でちょっと抑えていくということが必要になってますね。なるほど。200ヤードぐらいの看板にこれでライナー性でバーンって飛んでって、はい、その先ぐらいに落ちてくれたら、はい、最高ですよね。最高ですね、はい、そういう練習ってなかなかしないと思うんですよね。そうですね。なのでドライバーだと気持ちよくバシバシ打っちゃうんですけれども、まあ、そういうような70代を目指す、シングルを目指すという方はこの技術というのは、まあ、その習得必要なスキルだと思います。